ロール・エム・ピートは1938年12月にビッグ・ジョー・ターナーがピアニストのピート・ジョンソンと共に最初に録音したリズムブルースの楽曲。この録音は後にロックンロールとなる音楽の重要な線クレーの一つとされている。ジョンソンはミズーリ州カンザスシティのブギウイピアニストで1930年代初めから クラブのバーテンダーとして時々働いていたターナーと組むようになっていた。ジョンソンの音楽に合わせ、ターナーはマイクなしでブルースの楽曲を叫ぶように歌った。1938年、二人は音楽プロモーターでプロデューサーのジョン・ハモンドからニューヨークのカーネギーホールで開催されたフロム・スピリチュアル・トゥ・スイングコンサートへ招かれた。ニューヨークに滞在していた間に、 ターナーとジョンソンは、ボカリオンレコードで吹き込みを行い、1938年12月30日に十二小説ブルースの曲、ロール、MP ・エム・ピートを録音した。この曲は、アップテンポなブギウギで、カンザスシティのクラブ界では、ジョンソンのトレードマークになっていた。パフォーマンスにおいて、ターナーはよく使われる、ブルースの歌詞を盛り込んだり、自分自身の即興の歌詞を盛り込んで曲を膨らまし、 時には1時間以上もパフォーマンスを続けることもあった。ポール・オリバーによれば、この録音は、ジョンソンの華麗なピアノ演奏とターナーの力強い、ボーカルを前面に出し、ターナーが有名にした半ば叫ぶように歌詞のフレーズを反復して、曲の終末に盛り上がりを持っていく、独特のスタイルによっていた。ラリー・バーンバウムは、次のように述べている。ロール MP とは、 最初のロックンロールのレコードとみなされても良い作品だろう。それ以前の楽曲の中にもロックンロールの要素を含んだものはあるが、ロール MP とは楽器編成を別にすれば全くロックする楽曲になっており、ジョンソンの低音のベースラインはチャックベリーを思わせる単純なリフであり、右手が紡ぐ装飾音はベリーのギター奏法をそのまま予見させるものである。 ターナーの歌う歌詞の一部は、ロックを生み出した素材である。しかし、しかし、他の要素は、十代の聴き手にとってはあまりに成熟した、ものである。いずれにせよ、ターナーの素晴らしい節回しやジョンソンの息を呑むような、演奏テクニックは、ロックンロールと呼ぶには洗練されすぎていたほどのもので、あったが、まだ大々的に受け入れられるほど様式化が進んだ、ものにはなっていなかった。後にターナーは、 様々なミュージシャンたちと組んで、特にロックンロールのスターとなった1950年代を中心に、この曲の別バージョンを数多く録音した。この曲は後に数多くのアーティストたちによってカバーされた。ありがとうございます。